万全に。ヴィッセルサポのチャンネル K です。お願いします。本日なんですけども、神戸と名古屋の試合についてレビューしていきたいなというふうに思います。最後までよろしくお願いします。先日の FC 東京戦のレビュー動画、本日行われた名古屋グランパスとの試合のプレビュー動画についてはちょっと動画を作れなかったことに対しまして申し訳ございませんでした。少しでも楽しみにしていてくれる方がいたのであれば本当に申し訳ございません。では早速なんですけども、試合結果0対1で名古屋グランパス、スタメンはこちらになっています。互いにフォーメーションはそこまでいじってないんですけども、メンバーに関しましては入れ替わっているのかなというふうに大事に思いました。神戸からしますと大崎選手、そして佐々木選手、増山選手、そして安井選手ですね、4選手が入れ替わって、そしてフェルマーレン選手が前節休養日といいますか、アウェー決戦FC東京戦ではベンチ外やったんですけども、ここで復帰と、ターンオーバーですよね、俗に言う。名古屋の試合に関しましては前節の試合ちょっと見れていないのでわからないんですけども、試合の入りの部分でいうとやはり名古屋に分があったかなと、そこで右サイドハーフの増山選手のドリブル突破もそうですし、守備のシーン、そこ左サイドバックの吉田豊選手にはいやほとんど負けていないんじゃないかなというふうに思いました。そして失点のシーンなんですけども、あそこ吉田選手からボールをカットして、対陣のところで勝利して前進していくところなんですけども、パスミスと、あそこ稲垣選手がよく決めたなって言って、僕自身も見ていて、あぜんとしました。もうあのシュートを、打たせてしまった、プレッシャーがないからフリーで打たせてしまったっていうのもあるんですけども、やっぱりスーパーだったかなと、今節のベストゴールの中に入るんじゃないかなというふうに思います。試合の流れ、そこで飲水明けですね、飲水タイム明けからちょっと神戸が盛り返してきたのかなっていうのが第一の印象なんですけども、飲水明け最初の良かったプレー、増山選手のドリブル突破ですね。あそこ吉野豊選手であったり丸山選手、リーグ屈指ですよね、あそこのディフェンス2人は、そこに果敢に挑んでいく姿勢っていうのはやはり昨シーズン福岡で経験を積んできた経験値といいますか、そこが顕著に現れたシーンなのかなっていうふうに思います。試合の流れ全体的に見ると、前半神戸決定なしの決定機、試合通してないんですけども、後半立ち上がりですよね、後半立ち上がりから神戸がボールを持つシーン、そして名古屋が構えるシーンっていうのが多く見られたんですけども、あそこのシーンで神戸があのブロックを崩していくっていうシーンなんですけども、やはり増山選手もそうですし古橋選手、あそこをドリブルで突破できる力っていうのがまだないのかなと、ブロックにスペースがないところに対して崩していくのはやっぱ難しいかなっていうふうに思いました。その中でも1本縦パスからダイレクトっていうシーンが何本か見受けられたんですけども、そこでパスミスのシーンっていうのがあったのかなっていうふうに思いましたね。やはりあそこまで縦に速いサッカー今年は目指しているのかなーって、ボール保持っていうところも大切にしているのかなというふうに思うんですけども、やはりちょっと縦に速いサッカーということで、そのようなサッカーをしていたら、ミスは目立ちますよね。パスで崩していくっていうシーンも良ければ、ドリブルで突破するシーン、やはりああやってブロック組まれると、前にも言ったかと思うんですけども、やっぱりドリブル突破が鍵になりますよね。後半からは井上志音選手、サンペール選手、古橋選手、続々とメンバー投入ということで入ってきたんですけども、ボール保持のところに関しましては、よくできていたなと、でもボール保持させられてるというか印象を持ったんですけど、大崎選手なんかは僕めちゃくちゃ良かったんちゃうかなというふうに思うんですけども、あそこ4バックにするんであれば、やはりフェルマーレン選手、菊池選手っていうのが、
まあ、ちょっと今のところは、まあ、第一の優先事項なのかなというふうに思います。まあ、それでも大崎選手そこに割って入るには、まあ、フォーメーション変更も視野に入れて、まあ、山川選手も右サイドバックで、まあ、安定してるというか、まあ、無難ですよね。攻撃のシーンに関しましては、まあ、ちょっと驚異的ではないのかなと。まあ、僕個人的には3バック見たいんですけども、左のセンターバックフェルマーレン選手、そして真ん中右のセンターバックに大崎選手、右のサイドバックに菊池選手、まあこんなんでもいいんちゃうかなっていうふうに思うんですけども、やっぱりもっとレオ大崎選手を使いたいなっていうのが、まあ、皆さんもそう思ってるんちゃいますかね。ヴィッセル神戸のサポーターとか応援している人であれば、もっと大崎選手、今日の試合見てもらうと分かるんですけど、やはり彼がいるかいないかで、まあ、ボールの運び出しといいますか、まあ、菊池選手にはちょっとバタバタしていて落ち着かないシーンっていうのも目立つんですけども、まあ、今日のような大崎選手であったり、まあ、後半から入ってきた井上選手、そして三平の選手と、まあ、こうやってボール保持に長けた選手がいるのが神戸の強みなのかなっていうふうに思います。まあその中でもやはり一個でぶち壊すような選手、まあ、マシカ選手であったりリンコン選手、彼らの働きによってもうちょっと神戸が上がってくるのかなと。あそこでやっぱりブロック組まれた時に何もできなかったっていうのが神戸ですよね。まあ、試合終盤、まあ、ロングボールが多くなって、まあそこ向こうのセンターバック、名古屋のセンターバック木本選手、中谷選手、丸山選手っていうところの牙城を崩せなかったと。ちょっと見ていて、まあ、最後はもうノーチャンスやなって、まあ、個人的に思ってしまいました。まあ、あと豪輝選手ですよね。まあ、豪輝選手こう今日の試合に関しましてちょっと引っ張りすぎなのかなと。藤本選手を投入するのも良かったんですけども、やはりあそこで言うと古橋選手入れるタイミングで松山選手を残してても良かったんちゃうかなと。そこで古橋選手強豪と豪輝の交代でも良かったんちゃうかなと。まあ、ちょっと息子枠って言い方はあれなんですけども、まあ、お気に入りとか、まあ、豪輝選手を中心に今シーズンはやっていくぞっていうのが、まあ、開幕戦から見受けられますよね。まあ、次節川崎フロンターレなんですけども、まあ、正直に言いますと川崎、まあ、5戦無敗ですかね。5連勝と。いやもう正直言いますとこのチームにどこが勝てるんやと、どうやって勝ち点をこぼしていくんかなって個人的に思うんですけども、まあ、ちょっとノーチャンスですよね。まあ、次の試合、まあ、川崎からしますとやはり神戸とはちょっと相性が悪いのかなって思いますよね。まあ、昨シーズンホームで行われた神戸のホームで行われた試合2対2のドロー、まあ、そしてアウェーの川崎ですね。確か神戸が2対1の状況からひっくり返されたのかなというふうに思うんですけども、まあ昨シーズンとやってるサッカーっていうのが違うから、まあ、一概に言えないんですけども、やはりこの試合に関しましてもやはり耐える展開ってなると、フェルマーレン選手もそうですし、大崎選手、まあ、菊池選手かな、フェルマーレン選手、菊池選手のセンターバックに、まあ、いつものメンバー、開幕戦同様いつものメンバーが揃うのかなと。まあ、そこで藤本選手か堂浦選手か、まあ、ドグラス選手コンディション上がってきてるということで、まあ、ドグラス選手が採用されるのかなと思うんですけど、まあ、注目して見てみたいですよね。川崎にどこが今シーズン初めて黒星をつけるのか、まあ、注目して見ていただければいいのかなというふうに思います。まあ、本日もとても簡単に、まあ、話の内容、まあ、カンペとかないんでまとまっていないんですけども、名古屋との試合についてレビューしていきました。ちょっと時間があまりないので他の試合っていうのは見れないんですけども、またコメント欄で面白かったシーンとか面白かったプレーとか、まあ、そして面白かったチームですよねを教えていただけますと幸いです。また高評価チャンネル登録の方よろしくお願いします。ではバイバイ。